ね。とてもすいません、なんか毛布を取った瞬間少し寒くなってしまいまして、寒いのなんか今日ちょっとお部屋寒いかも。めっちゃ飛んだとくしゃみで飛ぶ、いやもうくしゃみ大げさなんですよね。タコさん10個たくさんありがとうございます。タコさんありがとうございます。香水ありがとうございます。ドルチェガンドガバナのその香水のせいだよ。昨日の公園でまた見てくれたよね、ありがとうございます。いえいえ、かぶってたからついつい見ちゃうよね。似合ってたよ。タモさん10個たくさんありがとうございます。つぼみの時だけ振ってくれて嬉しかったよ。レイモの星ありがとうございます。つぼみでしっかり圧を感じました。実は昨日公園入りました。実はってか目たくさんあったよね。嘘でしょ、ね、むっちゃ机届かしてるって本当。お気に入りのセーターずっといつ着ようかなって思ってて、本当ありがとうございます。今日はなんじゃこんな朝のなんか中途半端な時間なんだ。学校だったらもっと早い、でも平日だなんでやっていうあの感じだと思うんですけど、今日はあのキャンキャンルームさんの配信の前にあの一つあのお仕事があるので、なんか顔もちゃんと出来上がってます。都会の女になる、そう今日はオイラ都会の女になる日なんだ。昔はよく7時10分スタートだったよね、懐かしいよね。もうもはや出来上がってるって言わないで、いや だいたい朝って出来上がってないじゃない。そうだから今日は出来上がった状態だよって、うん、なんかこの前の公演でなんかお茶も似合ってるよっていうあのちょっとお言葉をいっぱいいただいたので、まあ調子乗ってね、まあ、食器型モーダーの髪型にあのなんかあったかそうな髪飾りがお家にあったのでつけてみちゃいました。でももう今迷ってるの、お仕事にもこれしてこうか、これはショールームだけにしとこうか迷ってるんだよね。あ、今キウイのなんかすごいぴょん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 飛んでくれてる方ここにいるね。メールの返信であの気づいたんですけど、1月17日だから一昨日かな、おとついがお誕生日だったみたいです。お誕生日おめでとうございます。あ、今12人になってくれた。トゥルーハッピーハッピーバースデーグッドラックを君に、せーの、声を揃えておめでとう、愛情を込めておめでとう、じゃんじゃんじゃんじゃじゃじゃん、お誕生日おめでとう。お誕生日おめでとうございます。2日遅れましたが、俺も同じ誕生日なんです。はっ、ハッピーハッピーハッピーバースデーグッドラックを君に、せーの、声を揃えておめでとう、愛情を込めておめでとう、じゃんじゃんじゃんじゃじゃじゃん、お誕生日おめでとう。2回も2人ともお誕生日おめでとうございます。今年も1年素敵な1年にしましょう、モモと一緒に、ここのお店モモと一緒に素敵な1年にしましょう、よろしくお願いします。今年も1年、今日の髪の毛サラサラですね。だって最近ね、なんかね、水トリートメントっていうそうのを学校帰りに買ってみたんですけど、それがね
結構陽気なんか紫のやつなんですけど、学校帰りになんかあの薬局で買いましたそう、スタさん見てた、はい、どうですかね、スタさん見てたよ。アナンちゃんとのストーリーはどんな状況？いや、なんかあのアナンが撮ってるから入ってきてってストーリーになんか途中から入ってきてねって言われたから途中から入っただけだよただの水ではないのか。そう、水トリートメントっていうなんか透明の液体なんですけど、それがねめっちゃサラサラになる、いい感じよ。ハートありがとう。無音ですがお誕生日おめでとう。無音ですがありがとうありがとうございます。ハートありがとう。あ、昨日の公演ありがとうございました。コン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 、ムニキュアコのおこわん、ありがとうございます。ありがとうございました。ハートありがとうございます。昨日はサイダーパニーをしました。そして何があったかもクククククン、何件かのご飯ありがとうございます。いや、なんか昨日なんか髪型何にしようって思った時に、ちょっと踊るから涼しげなやつがいいなと思って、そうサイドポニーって。ハートありがとうございます。おはよう、おはよう。昨日はアツレスなかったですか。モモはなんか、まあ、微笑んでいたつもりですが、現場にいた方ね、サイドポニー見つけやすかった。あ、それはよかった。いつも撮るじゃんいやでもあや、昨日の公演楽しかった。あ、よかった、嬉しい、ね、頑張って微笑んでるのは分かったよやべ、分かられちゃってるじゃんコン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 、マリエコのアコマン、ありがとうございます。遠かったので分かりません。え、モモは見えてたよ。あれあれ、立場逆転になっちゃった。モモは見えてたよ。最初ポニーかと思ったらサイドポニーだった。そうなの、実は。レインボーの星ありがとうございます。バレとるってバレちゃいけないやつだよね絶対つぼ、昨日のつぼみも困ってなかったような気がするんだけどハートありがとう。いや、なんか昨日ショールームで聞いた時になんか来てくれる方って聞いた時にね、昨日2人しかいなかったから、え、もう今日サイルームあのてかモーノさんの方2人しかいないんだと思って、あの意気込んで「I want!」の瞬間に見たら、あ、なんかいっぱいいるじゃんと思ってなんだかちょっと嬉しい気持ちになりましたそれ見てなかった方かなおはよう、おはよう。そう、昨日はね上手側のが多かったかな。でももちろんあの下手側の方もいたし、真ん中ブロックの真ん中ら辺の方にも、そう、後ろの方にもいてくれたし嬉しかった。はい、ありがとう。あとなんかモーノさんの方でなんかお仕事かなんかで遅れたのかな、なんか頭曲はなんかずっとなんか、え、そこファンの方が見る場所みたいな、なんかスタッフさんの立つ位置みたいなところで見てて、その席は何の席なんだろうと思いながらずっと見てて、でなんか自己紹介になった瞬間になんか席ついてたから、あ、そういうことねと思ってあんたもありがとう。なんかね、お仕事かなんかでね、時間のタイミングで入れなかったんだろうねそう、ある意味超目立ってたけどね、逆に見やすそうさ、ね、そう思った、見やすかったよね初見さん、SK ホテルとチーム S の
16歳の平野オーナです。来てくれてありがとうございます。それ私です。自分の席に他の人がいたんで。あ、そっちだよね。なんかさ、だって別に最初からいたもんね。あら、私の席に。それはびっくりするね。自分の席に他の方がいるのは。でもね、なんか頭あそこで結構見やすかったよ。なんか見やすかったし、なんか目立っててよかったよ。めっちゃすぐ見つけやすかった。おお、そこなんだって。そんな何かよ、気まずい。それ新幹線でやっちゃった時と同じぐらい気まずいやつね。自由席なん絶対違うよね。まあそんなこともあるよね。楽しかったら何より。あなたはありがとうございます。あるあるやな、あるあるなんだこれ。おはようございます。おはようございます。ハートハートありがとうございます。公演中だともっと戸惑う。それはそうだ。ハートありがとう。ネキナの公演も楽しかったです。次は生誕祭かな。生誕祭、次から生誕祭がね、チームメイトお誕生日が1月ね、なんか後半とかいっぱいいるよね。だから次の公演も楽しみにしてます。ハートありがとう。飛行機で間違ったことは飛行機は焦るね。おはよう、おはよう。ベタベタ多い。え、だよね、多いよね。1月生まれが多いよね。絶対もう生誕祭が続くんだろうなって思ってるよ。え、1月生まれ多いよね、やっぱり。ハートありがとう。マジかよチームエース。あ、皆さんぜひMC のお題、 MC でや、チームエースの MC でやってほしいことだったり、チームエースのMC で話してほしいことがあったら、ぜひハッシュタグマジかよチーム S でつぶやいてください。だからなんかなんだ例えばなんかフルーツバスケットやってくださいなら、ハッシュタグマジかよチーム S つけてフルーツバスケットってつぶやいてくれたりしてくれると嬉しいです。そしたら見る。昨日ずっとなんかハッシュタグを廊下の椅子にチームエースのそうメンバーが数人集まって、みんなでハッシュタグの名前を決めてたんですけど、なんかめちゃくちゃ時間かかって決めたので、ぜひあれをたくさん使ってください。そうそうそう、しかもファンの方がつぶやき始めてくれたぐらいから、もうずっとそれをみんなで見てました。そう、松本千佳子の倒し方とか書いてあるよってみんなでなんか笑ってた。ね、なんでマジかよになったの。なんかね、インパクトを残したいなっていう話になったの。残るでしょ。あんた、ありがとう。そう、ぜひそのハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグ好きなんだ僕の子のドド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 SNS あげてみよう、氷の写真。大好き、この曲かわいいよね。本当ありがとう。それではテロップでしまーす。じゃん、1300。歌詞どこ行った。ちょっと忘れちゃった。1319日、ありがとうございます。バナナ、昨日公園から帰ってきてからもうめっちゃお腹が空いたの。ギューぐるぐるぐるぐーってなった。ほうきじゃないよ、バナナだよ。
もうずっとぐるぐるなってて、でなんかでも今の時間から食べるとちょっと罪悪感があるなと思って、お家にバナナがあったからバナナだけ食べました。マジカルバナナ、バナナと言ったら黄色、黄色と言ったらレモンレモンと言ったら酸っぱい、酸っぱいと言ったら梅干し、はい、中身が取れればなバナナ革命、バナナ革命、バナナが落ちていませんか、今バナナ食べてましたって、あ、いいですね。何本食べたかによる、1バナナ細くない、嘘、もっと、まっこんなもんいっしょ。モータマジカルバナナ知っとるか、え、知ってるよ。酸っぱいって言ったら梅干し、梅干しと言ったら赤い、赤いと言ったらイチゴ、イチゴと言ったら甘い、甘いと言ったらスイーツ、スイーツと言ったらマカロン、マカロンと言ったらカラフル、カラフルと言ったら虹、こういう感じでしょ。誰もありがとう。1319日ありがとうございます。世代違くない、え、そう、やばいやばい、バレちゃうバレちゃう本性がなんて、え、でも全然知ってるよ、めっちゃ得意じゃん、え、めっちゃ得意だよ、ね、虹と言ったら綺麗、綺麗と言ったら夜景、夜景と言ったら大人、大人と言ったらセクシー、セクシーと言ったら佐藤川さん、佐藤川さんと言ったらクロワさん、クロワさんと言ったら美味しい、完璧だよそうでしょ、おはよう、おはよう、タカさん10個たくさんありがとうございます。20年以上前の番組なんですが、あ、そうなのそうなの、クロワッサンは腐って、なんでなんでなんで、クロワッサンじゃんね、隠してるじゃん、こことここまたありがとう。ランキング前に夢の話だけさせてほしいんですけど、今日見た夢で、あのアンパンマンのこの赤ちゃんマンっていうキャラクターがあのいると思うんですけど、なんか夢でモーの頭にこの赤ちゃんマンのここの耳が生えちゃった夢を見たなんか本当にモーの夢って自分でも分かってます、あの独特なんです。そう、でもなんか本当になんか昨日は本当に耳が分かんなくて、なんかこうやって赤ちゃんマンの耳だけがこうやってモーのこれこれこれびっくりした、これだ、めっちゃこれだ、夢で見たやつだ、これです、ももの頭に、びっくりした、え、そう、あの赤ちゃんマンと一緒に寝てるんですけど、この赤ちゃんマンを横に置いてあの寝てるんですけど、この赤ちゃんマンの耳がこうだ、こうやってなんか生えちゃった夢を見たんですよ。でも別に何も起きない、もうただこれだけ、こういう夢を見たよっていう別に何がどうとか何もないんですけど、ただ赤ちゃんマンの耳が主に生えちゃったよっていう夢を見ました。どうもありがとうございました顔のサイズ同じ、いやいや、モモのがちっちゃいって、いや、これをこうすれば同じ形だこんな、ガチャマンと一緒に寝てたのか、そうだよ、これでした、これが生えちゃったよっていう夢でした、以上ですそれではそろそろランキングを読んでいきたいと思います。赤ちゃんマン眉毛ってどれですか、失礼しました、いい、大丈夫ですか大丈夫ですか、ごめんなさい、すいません、
びっくりしましたよね。ももをびっくりしました。すいません、なんかスマホがすってんころりにすっとんとんしました。すいません。これがいわゆる放送事故ってやつ。ごめんなさい、あと赤ちゃんマンで倒しました。すいません。モータンのショールームはアクシデントがつきものです。だってもうこれでスマホを倒すのは何回目か。でもへん、今のは汗汗じゃなくて事故事故です。でごめんね。まあでもこのハプニングも見れるのも生放送ならでは。ごめんなさい、本当にごめんなさい。申し訳ございませんでした。それではそろそろ開けます。ハートたくさんありがとう。謝らせていただきます。13位の男の子の方、ありがとうございます。映ってはいけないものがなくてよかったね。え、もうだ、机綺麗だから大丈夫だよ。ちゃんと年末に片付けたから大丈夫。12位の天使の方、ありがとうございます。11位の SK48 のくまさんの方、ありがとうございます。ハートありがとう。10位のくろみちゃんの方、ありがとうございます。9位のプリンの方、ありがとうございます。8位の、あ、すごい、バナナバナナのアバターの方、すごい、テロップにバナナ書いたからだよね。すごい、アバター提供が早い。どんどん早くなってってる。ありがとうございます。アバターアワード優勝。ラッキーセブンの、なんか天才みたいなアバターの方、ありがとうございます。わらわらって、あ、なんか笑われちゃった。6位の、わこういう顔してるクセ強アバターの方、ありがとうございます。5位のよよーかー余韻付きカブタン、ありがとうございます。4位の、あ、バナナうわー、なんかバナナ食べちゃうよーみたいなアバターの方、ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。よくこの短時間で見つけてこれるね、すごいね。3位のキティちゃんの方、キティはみんなの人気者、キティちゃんの方、ありがとうございます。キャンキャンライブ楽しみにしてるから頑張ってね、だってありがとう。こちらこそ。2位のおじいちゃんのアバターの方、ありがとうございます。それでは今日の1位、それではそれではいきます。いつの間にこんな曲がっちゃったんだろう。ピンポンパンポーン、ジャグ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 ジャン。今日の1位はなんとトップ10の方、ありがとうございます。それでは行きます。すごい曲がりってされなそれでは行きます。せーの、 LOVE のトップ10のアバターの方、ありがとうございます。それでは行きます。せーの、ありが
がとうございます。毎日視聴者途切れると思った。2人頑張ってありがとう。わざわざ少しの間でも来てくれてありがとうね。頑張ってね。ということで橋本ギフトもありがとうございます。2697人の方、朝から見てくれてありがとうございます。朝から話してきてた、ありがとうございます。すごい、朝からありがとうの、あ、みんな2人って言ってる。ちょっと待ての、ひらのおなちゃんのレインボーの方、 SK48 のタワー、ありがとうございます。すごい、ありがとう。口パクで飲まいます。さん、ありがとう。今夜かな、じゃん。Thank you, thank you. ありがとう、嬉しい。いつもありがとうございます。今日の今日の20時からここのショールームで、ここもものショールームじゃないんですけど、あのキャンキャンルームさんで、キャンキャンモデルのななみさんと一緒に生放送させていただきます。キャンキャンルーム20時からショールームで見れますので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。またありがとう。それでは2人したいと思います。あ、タワー投げてくれた方1位になってくれた、ありがとう。それでは2人したいと思います。左手出して、右手出して、せーの、2人、ありがとうございました。バイバーイ、ありがとうございました。